こんばんは、ドンピザ娘です。今回は月末恒例の新キャラが追加されましたので、性能を紹介していきたいと思います。そしてこのチャンネルでは性能紹介はじめですね、レイドなどの攻略情報も出させていただいておりますんで、見逃さないようにね、チャンネル登録そして通知ボタンですね、クリックしていただけると嬉しいです。それではね、本題いきましょう。で、今回追加されたのはね、黄色でね、レッサーとね、軍派が追加されております。そして軍派がバトル、レッサーがアシスですね。そして今回のまあざっくり所感なんですけど、まあ正直まあ引かなくていいかなとは思いますが、まあ、中身的にはね、まあ、軍派はね、なんかレイドで使えそうだな、そしてレイドとか PVP で、まあ、活躍の機会はありそうだなっていうところですかね。まあ、レッサーはまあ別にいらないんじゃないかなっていうふうに個人的に思いました。その理由をですね、これから、ね、詳しく解説していきますんで、最後はね、見ていただけると嬉しいです。いきましょう。で、まずこれですね、必然的トラブル装具、ソギータ軍派です。黄色の上位属性の、ね、バトルキャラになっております。攻撃タイプは物理攻撃タイプ、そして攻撃方向は正面と、ね、右の2方向になってます。で、ステータスなんですけど、まあ、器用が高くて、そして物攻も高いっていうところですかね。16500、上位属性でこんだけもらってればまあね、火力は十分かなと思います。そして器用も高いんで、クリも、ね、割と出るんじゃないかなと思います。スキル見ていきましょう。スキル1ですね、すごい地面パンチ、これね強いっすね。攻撃範囲内の敵に対黄色属性耐性ダウンショートクリティカル回避率ダウン中を5ターンですね。ここが長い。そして攻撃方向減少とアシスト封印ですね、これを2ターン付与してから注意力の物理攻撃で殴るというところで、まあ、ここのね前半のところがまあレイドでまあ長時間ねクリカゴそしてまあ耐性ダウンですね、まあ、5ターンって結構長いなっていうので、まあ、評価高めにしてますね、個人的に、うん。で、この後ろもね、まあ、これ属性関係なしにさ、アシスト封印とか入れられるんで、これ PVP とかで面白そうですよね。うん、退場スキルとか、ね、そういうの封殺していけるんで、アシスト封印が、まあ、ほんとスキルでできるとか、これがね、ほんとアシストで行動開始時とかで属性縛りなしとかが一番、ね、欲しいんですけど。まあ、スキルでもまあ十分アシスト封印っていうのはね強いと思いますしね、活躍の機会あるんじゃないかなと思います。そして、ね、必殺技はねなんか強いけど、まあ、アクセラさんとは噛み合わんかなっていうところですかね。こちらカジバのすごいパンチですね。すごいパンチいっぱいバリエーションありますね攻撃範囲内の敵にスキル必殺技耐性ダウンと仏棒ダウン中を3ターン付与し、対象に付与された弱体化状態の数に応じてとても威力が上昇する特大威力の物理攻撃をするということで、まあ、倍率も高いしね強いんですが、アクセラさんがねこの振り棒ダウンと対象じゃない 自身の弱、強化状態かなで、とてもはついてないんですけど、超特大かな。ここでまた倍率も違うんで、まあ、アクセラさんの方がまあ出るかな。でアクセラさんはどっちかというとなんかバフ全盛りの、ね、形で使うことが多いんですけど、まあ、3軍とか2軍とかでかな、とか黄色の組織戦線、ね、HP がすごい跳ね上がっていくような時はどっちだろうな、クロコなのか麦野と組み合わせるのかちょっとどっちか分かんないですけど、そこで3必殺ができればなんか割とダメージ伸ばせたりもするんかなっていうところが、考えられますが、まあ、簡単にこれ超え、ね、ここにもう超特大とかついたらもうそれでダブルキャラ来たら終わりなんで、なんかそこまで一生懸命追うようなもんじゃないかな。あ、これ期間限定だ、嘘ついた、工場キャラじゃねえ季節限定じゃん、嘘ついた、まあ、だからこんな強いんだな、はい。そして潜在ですね、これ構造解析中ついてるから偉いですね。そして前右方向攻撃強化ですね、はい。まあ、攻撃力アップ系の潜在ついてるんで、まあ、火力もまあまあ期待できそうですね、うん。ごめんなさい、工場と言いつつ期間限定でしょ、これレッサーが工場かな、はい。で、こちらですね、待ち望んだタン、待ち望んだタン、タンスって言った。
待ち望んだチャンスですね。レッサーになります。こちら黄色属性の、ね、アシストキャラになっております。ステータスね、見ていきましょう。まあ、こちらもまあ物理のね、まあ、アタッカーと組み合わせるのが良さそうですね。まあ、木を HP っていうところはまあ波かなってことですかね。でスキル見ていきましょう。名前がなんか今回すごいね。レッサースペシャルカスタムなんかね、すごい地面パンチとかね、なんかね、ネーミングセンスがなんかあれですね、なんか結構癖強いですねこちら行動開始したときペアキャラの正面と左右の敵に対してキル属性耐性ダウン消とクリティカル回避率ダウン中を一旦封し、紫系と黄色属性の味方全体敵全体に仏棒ダウン消と必殺耐性必殺封印ですね、一旦封する3回のみということで、まあ、これもなんかどっちかといったらクラスバトルとか PVP 用なのかなっていうところで、まあ本当必要ないかな。ターン数短いんでね、これレードとかでは使えないですね、うん、必殺技封印って PVP か、まあレードでさ使いたくなるんですけど、組織戦線みたいなところぐらいでしかこれね、仏棒ダウンショートフィード耐性ダウンとか使えないんで、まあ、このレッサーはまあ正直、まあ、本当にね趣味かなっていうところですかね。潜在見ていきましょう。気温控除中と力控除中ですね。はい、まあ、今回ですね、まあ、こちらで紹介はね以上になりますが、皆様ねいかがでしたでしょうか。まあ軍派に関してねごめんなさい、期間限定でした。なんかこのタイプってあれか、チアインみたいな感じのガチャなのかな、ね、テッラと一緒に組み合わされて出されたようなあのタイプのガチャに、ね、なるかと思います。まあね、動画の冒頭で工場キャラって言っちゃいましたけどね、大変失礼いたしました、はい、でまあやっぱりこうね改めてこう自分で紹介してみてて、まあレッサーはまあいいかなっていうね個人的なね感想ですね。で軍派もまあなんか趣味でアタッカーとして使うには、なんか今後のダブルキャラね物理とか来たらもう速攻消えそうな感じは、なんかねバフ系統のやつとかだったらいいんですけど、とかアクセラさんのなんかもっと超火力出せて先に殴ったりとかさせるんだったらまあありかなと思うんですけどね、うん、なんでまあグーハーはまだ引いていいかなっていうところですかね。なんでまあ優勝1回引くぐらいが、まあ、落としどころとしてはいいかなと思います。だこれあれなんだよな、今回多分ギゲなんだろう、グーハー混じってるんで対象確定じゃないっすね。そこだけ注意が必要になりますかね。ね、1% です。 1% 通常枠 1% の確定枠が 2% ですね、軍派ね。まあこれは別に追わなくていいかなって感じですね。あら、普通のガチャどこだ。ガチャが渋滞しすぎて出るか分からん。まあおはガチャで軍派狙うかどうかぐらいかな、ね、まあねこれここもねまあ引いておきたい、ね、気持ちは分かるんですけど、今後ですね8月またなんか魔法かコラボのなんか復刻ね前後半ありそうなんでね、ロードマップ見てると復刻コラボ、あのこのスバみたいな感じで新キャラ1体ずつ強いのがぶち込まれる可能性大なので、まあ、ここはねぐっとこらえて、まあ、軍派出ればいいかなぐらいのなんかおはガチャ狙いとか優勝だけ回すとか、まあ、なんかそういう感じでねなんかこう抵抗していただければなと思います、はい。まあ、あと組織戦線もなんかね黄色のダブルキャラ来ると思ったけど緑が出たりとかで、なんか割と黄色もなんかいっぱいねキャラも出たし、ここでわざわざ引かなくてもいいのかなっていう風には個人的には思っておりますんで、まあ、頂上やられる方かな、これキャラもなってんのかな、まあ、始まる前だからなるんだろうなとは思うんですけど、うん、まあ、その辺も踏まえて、まあ、引く引かないですね決めていただければと思います。
はい、というところでね、今回の、ね、動画以上にしたいと思います。この動画ね、参考になりましたら高評価チャンネル登録でこの番組ね応援していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。